エディオンエディオンウエストデオデオ久保道正久保道正は、広島県広島市出身の実業家。第一産業創業者。現、エディオン社長、サンフレッチ広島会長、久保正隆は長男。広島県広島市大手町生まれ。久保家は代々、公衆屋の屋号で、刀剣賞を営んでいた。寺下達夫の小説、サンパギタ作戦戦で、2。 太平洋戦争中、陸軍報道班員として、広島宇品港からフィリピンに向かう照らした尾崎史郎、石坂洋二郎らが、その前日、コンヒデミの担当を軍刀にこしらえるため、ふと、久保島県店に立ち寄り、刀ができる間、店の2階でご馳走に預かり、別れの主演を行ったエピソードが書かれている。旧制広島一中一年の時に手術ミスで、左足が不自由になるが、 そのため兵役を免れる。1945年8月6日、爆心地から約1 5トルの広島市、住吉町の結婚後に住んでいた新居で被爆。爆風で倒壊した家の下敷きになるが、火星が近づく中で奇跡的に救出され、救死に一生を得る。電気の世の中になるのではないかという漠然たる予感から、戦後の1946年1月。 バラックを建て三坪の店構えで、弟、メイト、久保兄弟電気商会を創業。リュックサックを背負って、終戦後の超満員のすし詰め列車に乗り、東京や大阪で商品を仕入れ、広島市内の闇市の電気屋におろして回った。1947年5月、規定を加えて、ラジオ部品類の卸売を、主とする、第一産業株式会社に改装。 産業とついているのは、規定が薬剤師で、最初は製薬と電気の両方をやっていたからである。電気メーカーから、これからは大量生産、大量販売の時代が来ますよとのアドバイスを受け1957年、卸売業から家電総合小売業に転換し、全国に先駆けて家電製品の低価格販売に踏み切った。同年、 低価格販売に反発した小売業界の圧力により20社近いメーカーから出荷停止を受け構成取引委員会が乗り出す問題となった。しかし当時の新聞に低物価政策の第一産業などと書かれたことで大きな宣伝にもなった。1977年、店名を第一に統一。低価格販売とアフターサービスの顧客第一主義を掲げ。 家電製品の需要増加の波に乗り急成長を遂げた。1977年から1979年まで売上業界1位。1979年広島商工会議所会頭。1980年フランチャイズ方式によるチェーン展開を開始。1990年東京証券取引所第1部に上場。1992年会長に退き。 長男、久保正隆が代表取締役社長に就任した。創業40周年だった1987年には、広島県のスポーツ振興のために資材を拠出し、久保スポーツ振興基金を設立した。1988年くん三等随法賞受賞。ありがとうございます。